そしたら、今回も、CBR CBR1000RRR の制作の続きをやっていこうと思います。で今回やっていくのは、前回合わせ目結晶をやった液パイエキゾーストパイプの、塗装をやっていこうと思います。はい。で一応ちょっと収録外で、全体に EX クリアを拭いてあります。でまあこんな感じのツヤツヤな状態にしてあります。これまあなんでこれをしたかというと、今から、ベースの金属色を入れていくんですけども、まあ、それに使うのは、スターブライトジュラルミン、スターブライトジュラルミンを使って金属色を入れていこうと思うんですけど、金属色をより金属色らしく、発色させようと思うと下がツルツルであることが大事なんですよね結構、うん、なので、下をツルツルにした状態で上に、スターブライトジュラルミンを、拭いていきたい。スターブライトシリーズ自体がかなり金属色が強くなるので、使っていきたいんですけども、ツヤツヤにしないといけないんですが、前回ヤスリをかけてるんで本来だったらサフを拭くって話になるんですけど、サフを拭いちゃうとスターブライトジュラルミンとかメタリック系が金属色っぽく光らないんですよね。あのサフの表面のデコボコを拾っちゃうので、鈍い光り方になってしまうので、じゃあどうするかというと、本当の手順だったらサフを拭いてサフの表面を磨いて、でそこから光沢の塗料を拭いて、まあ、今回だったら明るめのシルバーにしたいから、まあ、できればグレー系とかにしたいんですけども、そこから光沢のグレーを拭いて、でまあ場合によってはそれプラスアルファで、クリアを拭くみたいな感じになるんですが、めんどくさいっていうので、特にまあこのよこんな感じの形のものにサフ拭いてサフの表面磨いてってするの結構大変なので、その辺をすっ飛ばすために、クリアを拭きました。でまあ、グレーじゃなくてクリアを拭いた理由っていうのは、クリアの方が、若干表面がツルツルしやすいっていうのが、理由ですね。はい、あの普通にグレーを拭くよりもクリアの方が、表面がツヤツヤしやすいっていうのが理由です。はい、ただまあやっぱりヤスリ目を全て消せるわけではないので、まあその辺はね、この後の工程でほぼほぼ目立たなくなるっていうのを期待してやっていくという感じです。はい、というわけで、まずこのツヤツヤな状態にしたこのエキゾーストパイプに、スターブライトジュラルミンを拭いていきます。焼いていきましょう。あら、雨が降ってきた。今日は雨とか天気も降ってなかったのにな。よし、じゃあ行きます。で、まあ、基本的に金属色っぽく出すのは、ふわっとかけてあげたいので、ちょっと離し気味の距離感でふわっとかけていくという感じで色をのせていきます。でどうしてもこの拭き方だと、隠蔽力は弱いので、もうちょっとずつちょっとずつ重ねていくっていう感じですね。ここで焦ってガバッと乗せちゃうと、金属らしい光沢感とかがなくなって鈍くなってしまうので、まあ、ちょっと塗料はいっぱい使っちゃいますけど、ふわりふわりとかけていく。なんかカメラがな、下向いていっちゃうような気がするな。メタリックって色はね、本当にね、下の肌をね、むちゃくちゃ拾ってしまうので、このメタリックで仕上げていきたいときはね、その下をどういう風にするかっていうのが本当に大事に。なってきます。でそのメタリック本来の光り方とかそんなんとかも出そうと思うとドバッと塗れないので、
ドバッと塗っちゃうとね、のっぺりしたメタリックになってしまうのもあるので、その辺をねすごく考えながらやってあげないとダメですね。こんな感じ、こんな感じでキラキラ感がある、金属っぽい質感に塗れたら、これで乾かしていきます。まあ乾かしていくって言っても、ほぼほぼもう砂拭きでかけてるのでね、もう今の時点でほぼほぼ乾いてはいるんですけども、この後マスキングをしたいのでちょっとしっかりと乾かしていきます。はい、そしたら、今拭いたスターブライトジュラルミが、乾燥してこんな感じ、かなりね金属感が出るんですよね。こんな感じでキラキラっと。ただこれはあくまで下塗りなので、ここから、次の作業をやっていくんですけど、ここからこの溶接跡の部分ですね、溶接跡の部分に、この1ミリのマスキングテープを使って、マスキングをしていきます。エキゾーストがチタンなので、チタンの液体って溶接したところが、色が違うんですよねっていうのがあるので、この溶接部分にマスキングをしていきます。こういう感じで溶接されてあるであろう部分ですよね、溶接されてるであろう部分にでマスキングを巻く。要はこのマスキングを巻いたところだけこのスターブライトジュラルミのキラキラ感が残るようにしてあげるわけですね。ではこの後もう一回もう一発色を塗っていくんで、それで周りとの雰囲気を変えていくっていう感じです。で今これ1ミリの1ミリ幅のマスキングテープを使ってるんですけど、まあ、多分スケール的に言うと1ミリだとオーバースケールなんですよね。溶接幅ってだいたい太くても10ミリないぐらい、7、8ミリぐらいだと思うので、この辺の薄い肉のチタンパイプを溶接してるんで、溶接跡って太くても7、8ミリとかそんぐらいだと思うので、この1ミリだとかなりオーバースケールになってしまうんですが、模型的な見栄えのことを考えるとちょっとオーバースケールぐらいにしといた方が目立つっていうのもあるので、あえてオーバースケール気味にしてます。今回は前にねもうむちゃくちゃ細く切ってオーバースケールだからってむちゃくちゃ細く切ってやったこと一回あるんですけど、わからないっていう、模型のサイズで見ると本当に目立たないっていうのがあるので、ちょっとオーバースケール気味にしてます。なんでここはもう好みだと思うので、もっと細いマスキングテープで、やっぱスケール感大事にしたいからっていうので、もっと細いマスキングテープ 0.5 ミリ幅とかのマスキングを使ってあげてもいいと思いますし、この間どっかからなんか新しく発売されてましたよね、ケント紙使った0.5 ミリ幅のマスキングテープ、この間お客さんが買ってみたんですよって言って見せてもらって、お客さんが使ってんのを横で見てたんですけど、ブチブチちぎれて使いにくいって文句言ってましたでも実際のスケールのこと考えるとね、 0.5 ミリでも太いぐらいなんですよね。 0.5 ミリでも太いぐらいなんで、いかにねその辺がね厄介かって話なんですよね、スケール感を考えると。
まあまあそんなことを言いながらサクサク貼っていきましょう。まあ、ある程度ね、写真とかを、実写の写真とかを見ながら、まあこの辺かなっていう感じで入れていきます。でね、ここから先はちょっと早送り気味で、そしたらですね、マスキングが一応こんな感じ、こんな感じでできたので、この上から、クリアブラックを拭いていきます。まあがっつり走り込んだマフラーってマフラーみたいにしようと思うと、まあ、クリアブルーとかクリアパープル、クリアブラウン、クリアブラックを使って、まあ、焼け塗装をしていく必要っていうのがあるんですけど、まあ、あくまでまあ、新車で出てきた状態ぐらいを僕は目指しているので、今回はクリアブラックだけを使います。で、まあクリアブラックを拭いていく、目的っていうのは、この今マスキングをした溶接の部分との、色の差を出してあげることと、あとちょっと表面の光沢を抑えてあげることなので、基本的にはもう砂拭きでふわーっと乗せていく感じで、拭いていきます。というわけでやっていきましょう。チタンのね、液パイってもうちょっとね、色が暗いんですよね。色が暗いのと表面こんなにテカテカしないので、それをちょっとこれで再現するっていう感じでやっていきます。多分そんなに極端な差にはもう真っ黒にするわけではないので、もうほんとね、こうふわーっとかけていく感じで、クリアブラックはね、乗ってんのが分かりにくいんですよね。乗ってるか乗ってないかが分かりにくいのと、あと乾燥した後で結構色が変わるんですよ。まあ、多分中の溶剤が抜けて塗料の密度が増すとかそういう感じだと思うんだけど、塗って塗り終わった状態と乾燥した後とで結構ね、クリアブラックは色が変わるので、その辺ちょっと気をつけながら、だからこんぐらいかなっていうのの一歩手前ぐらいで止めてあげるとそれっぽいいい雰囲気になると思います。その辺のね、さじ加減はね、ちょっと何回かやってみないと多分分かんないかなと思います。で、これ今わざと砂拭きすることで表面のツヤを消していってるんですけど、まあ、なるべくまあ均一になるようにっていう意識にはしてるんですけど、まあ、そもそもマフラー自体がね、そんなに均一にツヤが消えてるわけじゃないんで、まあ、こんなもんでいいんじゃないかなと思います。こういう感じ、まあ、ツヤね、さっきと比べるとかなりしっとりした感じになったと思うんですけれども、これで、しばらく乾燥させていきます。
ではクリアブラックが乾いたのでマスキング剥がしていきましょう。僕もまだ剥がしてないんでね、どんな感じになってるかな。ちょっと分かりにくかったかな。もうちょっと割れます？ここ、ここ。わあ、さあ動画だと分かんないかな。ちょっと全部剥がしていこう。はい、こんな感じ。あのね、動画だとこれ見えないかな。ある意味リアルといえばリアルな感じに仕上がったと思います。こんな感じ。実際こんな感じなんですよね。新品のチタンマフラーって。なんで、僕的には結構、ええやんって思ったんですけど、ちょっと動画としては地味すぎる感じになっちゃったかなっていう気もするから、これどうしよう。これ、かかった動画の時間に対してはすごく地味だな。これオクラかな。とりあえず、こんな感じの出来になりました。僕的には結構満足なんですが、もうちょっと、いかにもって感じがいい方はやっぱりクリアブルーとか、クリアブラウンとかを使って、特にねこう熱が高くなるところを、イメージしながら色を入れてってあげるともっとリアルな焼け感が出るか、焼け感っていう言葉があるかどうかわかんないけど、焼けた感じが出るかなと思います。僕はこんな感じで今回は行こうと思います。新品のチタンマフラーって感じですね、になりました。こんな感じで、あとこっちのね、マフラーのそれ以外のパーツ類、サイレンサーだったりとか、バルブとかこの辺は、別途、塗装して次回の動画で、組み立てと取り付けをやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。